そうや。おい、渡に。お前、そういえばさ、プロレスを選挙13位なのってな。うん、ありがとう。おめでとう。ありがとう。いや、でもさ、おや、ちょ、待って待って待って。お前のせいでさ、地上波で、お前がマダーからのムーンサルトで、私がぺちゃんこにされたシーン、家族とか友達が見て、笑ってたんだけど。え、でも映れたんだからよくない？よくない。だって、眉のおかげで映れたってことでしょ。よくない。よくないよね。知らないよ。あんな無様な姿を、地上波でだよ。知らないよ、そんな眉が編集してるわけじゃないし。しかも13位。うん。え、でも眉がさ、だって45とかでしょ。すごくない？いや、すごくないよね。おい、待て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 、どこ行こうとしてる？これさ、何が言いたいわけ、結局。え、だから、クレームが言いたいの。だから、次、ラダーマッチしよう。は？また？え、で？そして、お前を、今度は、晒し者にしてやる。どう？え、ラダーマッチ？ラダーマッチ。飛べないよ。いや、飛べるよ。ラダーから。いや、私、ムーンサルトも行けっから。よく言うわ。ムーンサルトも行けっから。よく言うわ。次、私が、ラダーからのムーンサルトやってるから。いや。でも、じゃあ、そうやって言ってくるんだったら、こっちも条件出していい？何？え、なんか、シンプルにさ、ラダーやるのって、ちょっとなんか二番煎じ的なとこあるからさ、うんうん、なるほど。せっかくだからショーケースあるじゃん、そこでなんかド派手なことしたくない。ああ、なるほどね、うん、まあ面白そうなのよ。面白そうなのよ。いいよ、なんでも。エニウェアホームマッチ、なんだっけ。エニウェアホールマッチ、ホールマッチ。今あずみちゃんとガム会長、あれなんか面白そうじゃん、うん、何でもありって言ってたよね、あいつら。確か、まあ確かに確かに。そこでどうか。まあいいと思うよ。またどうせ、うん、晒し物にしてあげる。次こそはお前をぺちゃんこのペランペランにしてやるから、覚悟しとけよ。逃げんなよ、ビビんなよ。逃げないよ、ビビんなよ。てか、うるさいよ。決まった。よしよし。スターダム5スターグランプリ 10.1 優勝決定戦、女の戦いを見に来いよ。宇宙一きらめくスターダム、スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。